6月14日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。金沢スイカうま美味しかったですね、はい、昨日いただいた金沢スイカ、はい、JA の金沢のスイカ部長の副部長さんが、はい、去年の副部長さんが送ってくれたという、はい、その送ってくれたシリーズでいうと、昨日ここの会社の偉い人がですね、はい、内田祐樹くんが土産に持ってきてアナウンス部にしか配らなかったヨーグルト味のもみじまんじゅうというのを必ずそのクレジット、はい、この会社の一番偉い人から数えて何番目かの人が持ってきてくれたわけですよそうですね、事実です、はい、でまあ、美味しくいただいたんでございますが、今日になってだから多分ね、入れ違いになったと思います。先月6月8日の放送で辛坊さんが食べ損なったヨーグルト味のもみじまんじゅうは弊社の商品ではないかと思われます。差し出がましいと思いますが、ぜひ食べていただく。勝手ながらヨーグルトもみじを送らせていただきましたのでご賞味くださいませということで。申しご親切に本当にありがとうございます、はい。もみじまんじゅうの山田屋さんというところからヨーグルト味のもみじまんじゅうがですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に気づかないでください。本当に。もうね、再三申し上げておりますけれども、とにかく100万円以上の現金ないしは、100グラム以上の純金以外のものは基本的に受け取らないことにしておりますので。本当ですよ。それで満足して美味しかったっつっていただいてますけれども、国産のマンゴスチンが食べたい、まあ、やめてください。もう本当にやめて、そういうの。本当におねだり番組じゃないんだから、もう番組のこのね、 あのヒンというものに、ね、ちょっとねそうですね、おっしゃることはよくわかります。そうですよ。それではですね、はい、品格を上げる方向の話を一つよろしいんじゃないでしょうか。皆さん、はい、ご報告ございます。なんと風のことは風に問え、増刷決定、七釣り発売。またすごい。これが、まあ、番組の品を上げることになるかどうかはかなり疑問ではあります。いいですよ、ただの宣伝じゃねえか。その通りです。おっしゃる通りでございます。ああ、でもよかった。七釣りですからね。はい、ラッキーセブンですよ。いいことありますよ。これはぜひ手に入れていただきたいですね。ちょっとうさんくさい商売みたいになってきちゃいましたよ今度は。いや、そうですか、そんなことないです。今週スペシャルウィークなんで、うん、こんなことの ばっかり話をしてるわけにはまいりませんので。そうですよ、そうです、はい、かといって今日特に何か話題があるわけでもなくてですね。いや、話題といえばですね、昨日帰りがけにここのスタジオを去るときにですね、昨日オンエアではあえて言わなかったんですが、はい、帰りがけにぼそっと口にしてみんなの品種を買ったネタは一つあったんですけども、はい、これは昨日の帰りがけに品種を買ってしまいましたんで、あ、これはオンエアには適さない話題なんだろうなと思って、いや、最近コロナが下火じゃないですか、ね、コロナが下火はまあ結構なんですけども、はい、で今日本ではどこまでいつまでマスクをし続けるかという議論があるわけですよ。ただね、欧米なんかと違って、今ヨーロッパなんかもうほぼほぼ街歩いててマスクしてる人はいないらしいですね。映像見ててもね、見してないですよね。基本マスクなしになっております。はい、で、もともとやっぱり日本ってね、マスク文化だったんですよ。で、春先の花粉症ってやつがありましたから、はい、それだけが理由かどうかわからないんですが、あとね、私が知ってるマスク文化の国は、もう一カ国ありまして、ベトナムっていうところがね、ここがまあ異様なマスク文化の国で、ただ日本と違うんです。日本はどっちかというと白い不織布のマスクしてる人がメインですけど、はい、ベトナムあたりはすっごいカラフルな布マスクがメインなんです。なんでベトナムで、それが市場に行くと、はい、いろんな模様のカラフルな、布マスクが大量に並んでるんです。あ、売ってるんですか？売ってます、売ってます。だからこれを買ってきてみんな特会引っかいろんなデザインの布マスクをされるんですが、なんでベトナムでそんなに布マスクが繁栄したかというと、原因は大気汚染なんです。はい、あそこは、一時期の中国以上のバイク社会で、
で、排ガス規制が、やっぱりね、はい、バイクみたいな小さいエンジンの方が難しいらしいですよ。で、空気があんまり良くないんで、それも、バイク、二人乗り普通にしますよね。日本の場合、原付で二人乗りは法律違反だから。はいはい。してませんけど、ベトナムあたり見てると、まあ、法律が緩いのか、規制が緩いのか分かりませんけど、一台のバイクに7人ぐらいぶら下がってて、これほとんどサーカスじゃねえかみたいな乗り方してる人が、ね、ちゃんとね、きちんと、はい、いらっしゃいますが、皆さん、その市場で買った、はいはい、カラフルな布マスクをしてらっしゃって、はい、あ、日本以上に、ベトナムっていうところはマスク社会だなと思ってたんですが、まあ日本っていうのもかなり特殊なマスク社会で、で、これ一遍マスクをし始めると、今日あたり昼のニュース見てたら、デパートで化粧品がだいぶ売れ始めましたよ。なんでって言ったら、会食が解禁になって、普段はマスクしてるんだけれども、お食事の時にマスクを外すというような機会が増えてきてると、今まではここにいらっしゃった韓国出身の、学者さんじゃありませんけど、キムキョンジュさんですね。キムキョンジュさんみたいに、マスクメイクでマスクのところ以外だけメイクするっていう見えるとこだけきちんとしてね、ところが会食でそれをやられるとですね、マスクを外した瞬間に顔の半分ぐらいが別人28号になるという、そういう事態が現実されるわけで、それでまあマスクは日本に関して言うとちょっと特殊で、コロナがだいぶ下火になってても、なってきてもマスクの文化がもともとある国だからだいぶ残るだろうなとは、まあとは言いながら、気がこっちもちょっと緩むんですよ。はい、で、今までは、もうマスクがないと、いや、通行手形がないみたいな状況ですから、マスクないとどこにも行けないじゃないですか。はいはい、一歩も外出られないですよね。うん、近所になんか新聞取りに行くだけでもマスク、これ何のためにこれマスクいるんだとか思うんだけど、なんかマスクしてないところを目撃されるのも嫌だなと思ってマスクするようなことをしてるときには、カバンの中にバックアップ用のマスクというのを必ずこう入れてるわけですよ。ところが、まあ、最近その警戒感がちょっとずつちょっとずつ自分の中で緩んでたんでしょうね。で、昨日の朝車で伊丹空港に、まあヘリコプターが迎えに来なかったんで自分で運転して行ったんですね。で、伊丹空港降りて、車降りて駐車場からターミナルビルに行くまでに、私安いとこ止めてますからかなり歩かなきゃいけないんですよ。1キロぐらい歩くんですね。1キロも歩くんですか？はい。そう、もっと近いとこ止めればいいのに。近くなればなるほど上がるんですね。そりゃそうだけど、10メートルごとに100円ずつぐらい上がっていくんですね、これが。そうですけど、まあ、いやー、それで一番安いとこ探したらですね、はい、1キロぐらい離れてて、これもうちょっとストロークが短ければ、ターミナルビルにバーンと飛び込むと、ドラッグストアがあるんで、ドラッグストアに駆け込んで、まあ何が言いたいかというと、マスクを忘れて出たんです。ね、マスクを忘れて出て、で、車で降りるときに気がついて、はい、あ、車降りるときに気がついて、カバンを探したんだけど、カバンの中にもバックアップのマスクもないと。で、まあ、いや、マスクなしで空気に、大気にさらされるような状況に陥ったんですよ、昨日の朝。でもまずいな、これ、と思って。で、空港の近くだったら、もう全速力でターミナルビルのドラッグストアに運んで、そこでマスクを買ってっていうのがあるんだけど、まあ今お話したように1キロもストロークがあるわけです。1キロの間マスクなしで街を歩くことに関して、かなり心理的抵抗があった。まだ勇気がないですよね。ええ。全くどうでもいいかと思い出しましたけど、何ですか、私ちょっと事情がありましてですね、梅田の地下街をパンツ1枚で全速力で走って洋服屋に飛び込んだことがあって、何したんですか、バーンと飛び込んで、すいません、金ないんです、借金で全部上から下まで揃えてくださいって言ったことがありますけど、なんかジョギングしてる人のふりしてですね、パンツ1枚で阪急梅田の3番街を全速力で走るという、何ですかそれ、ちょっとこの事情については詳しくお話できないんですけど、何か理由があって。もちろんです。自由がなくてそんなことしません。それと同じぐらいの今回緊張感で、これマスクなしで1キロターミナルビルまで歩くのは難しいなと思って、だけどどこ探してもマスクがないんですよ。で、車を降りるタイミングだったんで、あ、いや、必ずあるはずだと。昨日この車に乗ったと。昨日この車降りるときにマスクを外して車のゴミ箱にマスクは捨ててるはずだから、ゴミ箱を漁るとマスクはあるはずだと。マスクはあっても使えるかどうか。案の定です。ゴミ箱の中にマスクが一つ捨ててありましてね、これを拾って、
事なきを得たというそういう話を昨日、はい、オンエア終了後にスタッフの皆さんと話してたら、はい、ドン引きをされたので行きますよこれはラジオで言っちゃいけないんだと思って今日喋ってたら一緒じゃんみたいな本当ですよそれでは先進んでください。 いや真似しないでください ね、 どのタイミングでマスクを外すかというのは、はい、今後やっぱり日本国民にとって大きな今テーマになりつつある、まあ、そうですね、はい、気になるところではあります。こういう話です。はい、では今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続落しました。昨日と比べて357円58銭安い 26,629 円86銭で取引を終えました。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会が金融引き締めを加速するとの見方からアメリカ景気が後退することへの警戒感が強まりました。800円以上値を下げた昨日の取引に続きまして幅広い銘柄で売り注文が膨らみました。で、為替相場は現在1ドル134円60銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると変わらずという感じになっています。さあ、ズームそこまで言うか、今週は特集企画、中国、ロシアの脅威から政局、新型コロナの出口まで、新辛坊治郎ニュース徹底解説と題して、切れ味鋭い各界の専門家とともにニュースの本質に迫っています。でこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台は参議院選挙争点と与野党の攻防はというニュースにつきまして政治ジャーナリストの田崎史郎さんをお迎えして伺っていきます。5時台に取り上げるのは長期金利、日銀が定めた上限を超え 0.225% に上昇というニュースについてズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。0.255、 これ長期金利日銀が定めた上限を超 え今なんですか、言い間違えたわけですか、ね、0.225 って言ったらしいんですけど 0.255% ですね、はい、失礼いたしました。さあご意見お待ちしております。で今日のズームオンミュージックリクエストお題はいかがいたしましょうか。ゴミ箱からマスクを拾ってつけた時に聞きたい曲。これ誰もリアルに実感として湧かない方多いと思うんですけど、どうしたらいいですか。いやだってどうしてもなかったらしょうがないじゃないですか。今まあだからまあゴミ箱拾ってマスク、ゴミ箱から拾ったマスク、人の捨てたやつじゃないですか。人のじゃないですかね。自分のですから、自分の車ですから。でそれも一応言っときますけど、はい、私アルコールスプレーというのを常に持ち歩いてましてですね、はい、拾ってきたやつをもう念入りにアルコールスプレーをシューシュー吹いてですね、これをつけたところが息吸い込んだらアルコールがぐーっと体内に入ってくる感覚があってあ、いかん、今これ飲酒検問だったら絶対捕まると思って、そんなに吹きかけたんですか。ちょっとビビりましたけどね。まあでも清潔なもの、駐車場に車止めてからですから。はい、生ゴミとかと一緒に捨ててないですよね。生ゴミと一緒ではなくて、お菓子のそれこそもみじまんじゅうのパッケージとかそういうやつと一緒に捨ててました。それと一晩一緒にあったマスクを。いや別にもみじまんじゅうのプラスチックのパッケージぐらいどっちことないっしょ。まあいいですけど、辛坊さんの体なんでなるべく新しいものつけてくださいね。いやできることならそうしたいですよ。 そうですね、はい、はい、ではこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。激戦が続くウクライナ東部ルガンスク州セベロドネツク市について、ガイダイ州知事はロシア軍が西側の橋を破壊したと明らかにしました。3つあった橋のうち残っている1つも攻撃され、民間人の避難路が完全に断たれる恐れがあります。懲役と禁錮を一元化し拘禁刑を創設する改正刑法が昨日参議院本会議で可決成立しました。侮辱罪を厳罰化する規定も盛り込まれました。
北海道知床沖で26人を乗せた観光船が沈没した事故で、国土交通省は今日、運航会社の事業許可取り消しに向け、会社側の主張を聞く聴聞を行いました。運航会社は事前に書面で主張を伝えていて出席しませんでした。岸田総理大臣は明日記者会見を行い、感染症対策を強化するため健康危機管理庁の創設を表明する方針を固めました。首相直属の常設組織とする方向で調整しています。2020年福岡県篠栗町で自分の子供に十分な食事を与えず餓死させた罪に問われている母親に対し、検察は懲役10年を求刑しました。碇俊恵被告は知人の赤堀恵美子被告と共謀し、当時5歳の三男に十分な食事を与えず餓死させた保護責任者遺棄致死の罪に問われています。ロシアから撤退したマクドナルドの事業が現地の資本に引き継がれ、新たな名前で再スタートをしました。店名はフクースナイトーチカ、ロシア語で美味しいただそれだけという意味で、15店舗がオープンしました。今年の高齢社会白書が閣議決定されました。65歳以上で生きがいを感じていると答えた人は全体の 72.3% だった一方で、感じていないと答えたのは 20.5% でした。高齢社会白書、はい、閣議決定されたということでね、その中の、生きがいを感じる程度について、まあ、この調査が、新聞の見出しに踊っていたりしますが、まあ、これはあの高齢社会白書のごく一部でありまして、まあ、そこが見出しを作りたかったんだろうということがわかりますけれども、ただなかなか難しい質問だなと思うのは、うん、生きがい感じてますかと聞かれて、え？ところがですね、これあの白書を見ると、白書の原本取り寄せてみたら、生きがい括弧喜びや悲し喜びや楽しみ括弧閉じを感じる程度について、だから生きがいは何ですかとかっていう、そういう話じゃないんですね、うん、なるほど。だからあの日常生活の中で喜びや楽しみを感じてますかっていう、そういう質問のようです、うん、はい、だから喜び楽しみ、あのまあ、ポジティブな方向性の、うん、そういう感情を感じるかということで、はい、まあ、生きがいを感じますかと聞かれりゃ、ね、生きがいですか、いや特に生きがいなんかないっすよっていう、生きがいって何だ、そんな難しいこと聞かれてもなと、うん、まず私は最初にこのニュースについてそう思ったんですが、うん、原本を取り寄せてみたらそういう質問ではなくて、はい、まあ、喜びや楽しみを感じますかと、うんうん、まあ、喜びや楽しみを感じるかと言われりゃ、まあ感じますね、まあ感じますかね、はい、ところがですね、うん、あまり感じないという人が大体平均で2割ぐらいいるよと。でも逆に言うとですね、十分感じてるというのは65歳以上、これはあの調査は65歳以上、65歳から74歳、75歳以上、だからまあいわゆる、一時期とっても評判が悪かった後期高齢者、中期高齢者、それからまあ初等高齢者、そんな言い方しないから私これにジャンル分けにするとこれに入っちゃいますからね、紛れもなく高齢者でありますが、うん、まあ、大体どこの層も十分感じていると、そういう答えが2割前後ですね、うん、で多少感じているという人が5割前後、両方合わせて7割ぐらいの人はまあ喜びや楽しみ、うんうん、感じてますよと、まあ、感じるよ、はい、いうこと。ただね、はい、ずっと見ていて、うん、でこれあのいろいろ、例えばあのスマホ使ってますかって、はい、って答えた人と、ね、いや使ってませんと答えた人との中でこの喜び楽しみを感じる人の割合が多いとか少ないとか、まあ、スマホをどうも使ってる人の方が、うんうんうん、喜び楽しみ感じてる人が多いよとか、そういうのがあるんですが、はい、ただねそういうのってまあいや他の要素によって答えが変わってくるんで、決定的に重要な影響を与えてるのは何かと思ってずっと見ていったらですね、健康状態ですよ。もう確実に言えるのか、これは顕著にね、はい、もうますから、だから健康状態が良くないと答えた人は、はい、喜びや楽しみを感じますかとこういう質問で、全く感じないとあまり感じていないを合わせると 60% ぐらいになっちゃって、はい、十分感じている、多少感じている、両方足しても 30% ぐらい。まあ、健康でね、逆にね、健康状態がいいって答えてる人は、喜び楽しみ感じますかってこういう質問に対して、
いや、全く感じない、あまり感じていないってね、8% ぐらいまで一気に減るんです。で、逆に十分感じているっていう人がね、5割超えると。多少感じているという人を合わせると 90% ですよ。いやだからね、高齢者にとって、当たり前の話だけど、何が一番大切かというと、その精神的な、ポジティブさを維持する上において最も大切なのは、やっぱり健康というファクターだということがね、見事に浮き彫りになります。あとはね、ものそれ聞き方によっても違うし、ものの考え方によっても、高齢者の、まあ、いわゆる世代によっても全然違うんで、確実に言えるのは、まあ、健康を維持しておくということが、まあ、高齢になって楽しく暮らすための最大の秘訣であると。ウォーキングしなきゃなって思いますね。ウォーキングはもちろん大切ですけども、はいはい、今日それで夕刊フジをその観点で読んでいて、はい、ちょっと今日夕刊フジのコーナーでこれ紹介しようと思うんですけども、ね、うん、健康を保つのに、ああ、これかっていう、それがありましたんで、今日ちょっと後ほど夕刊フジのコーナーでこれ必ず紹介しますから、ね、もし忘れていたら振ってください。わかりました。そこで、プーチンがとか言い始めたら、しんぼさん違うって今日。あれだって、ね。そういうふうに指摘していただければ。はい、さて、知床観光船の沈没に関して、まあ、営業免許取り消すのかな、事業許可を取り消す処分の聴聞会って、はい、必ずこういう時には会社側の弁明聞かなきゃいけないっていう手続きがあって、はい、これに関して会社側出席しなかったよという、でその事前に提出した陳述書の内容で会社側はこう言ってるんですよ。事故の責任を会社のみにあるとするのはおかしい、責任は監督官庁の国にもあるなどと主張したと。はい、これを聞いた時の私の印象は、多分ね、世間一般とちょっとずれてると思うんですけど、お前が言うなではあるけれど、まあ、確かにそうだよねっていう、これを言うべきは本当はマスコミであったり、世間であったりなんだけど、マスコミも世間もこの点に関して一切何も言ってないんで、ね、本当はこれはマスコミが言うべきことなんて、それ言ってない状況で、だけどまあ、観光船の会社が言うのは違うわなと。感情的には。あんたが言うなっていう、まあ単にそれだけの話なんだけど、ただまあ今回のことに関して言うと、国交省にはいくつか大きな責任があって、一つはやっぱり問題が分かっていながら、携帯電話で、許可出してたとかですね。それから、これはね、デマなんですが、最近報道されてますけど、エンジンルームの隔壁に穴が開いてたのに、で、国交省はそれは閉めなさいって言ったって話なんだけど、まあその後放置されていたと。で、これがなんか沈没と関係があるようなニュース、原稿がまだ、未だに、あれだけ俺が言ってんのに、関係ないからね。あれはもともと水密用の区画じゃないから、あれ何のためかというとですね、エンジンルームは、こっからここまでエンジンルームですよっていう境目ちゃんと作っとかないと、これも本当に国交省の建前みたいなもんだけど、エンジンルームの広さによって消火器の本数とか違ってくるんですよ。だから、これ、蓋しとかないと、この消火器では、許可おりませんよっていう、そういうための隔壁だから、そんなもん水密の役には全く立たないから、それ蓋してあろうとなかろうと、今回の沈没には関係ないんですよ。ただ、新聞はそう書いてないんで、もしかすると多くの人が勘違いしちゃってるかなと。で、まあ、それを放置しといた国交省も問題だけどね。だけど、それよりも最大の問題は、プレジャーボートで事故が起きて人が死ぬに関しては、かなりの自己責任の度合いが高いと思うんですが、観光船ですからね。そうですね。沿岸走る観光船で26人の方が亡くなったり、行方不明になったりしたことを、どうして助けられなかったのか、助けられなかったとするならば、システムを改善する余地はあるだろうと。そこの報道はやっぱりちゃんとすべきだと思うんだけど、一切その観点の報道がないんだな。ズームフラッシュでした。6月14日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、いただいたメッセージをご紹介していくんですが、ありがとうございます。ラジオを聞きの方々がですね、続々と引いてますからね。何が、まあ、ツイッターでいただきました。何の話？恵比寿の黒生さん、ゴミ箱から拾ったマスクをつけた時に聞きたい歌なんかねえとか
信号皆様、勘違いされないように、別に街中のゴミ箱から拾ったわけでも、家のゴミ箱から拾ったわけでもなく、私しか乗らない自分の車の中から拾ったもので、間違いなく自分が前日つけていたということが証明されているものですから。いや、それにしたってもね、引き潮のごとくさーっと引いてます。もう、慎吾タウンさんはですね、ゴミ箱のマスク、ヒーってだけ、もう、引きまくってますよ。どうするんですか、辛抱さん。困ったな。いや、だからね、だから今日それを喋るつもりがなくて、なんでその話しちゃったんだろう。なんで口走るんですか。おかしいなぁ。まいったな。昨日帰りがけにそれをスタッフに話して、スタッフの引き具合を見て、これはあかんと確認したはずなのに。もうね、まあ、引いちゃってますよ。遠くに見ます。あ、わかった。え、わかった。何ですか。今日オープニングで喋ろうと思っていた、深海のアザラシが魚を捕るときに、ヒゲをレーダーに使っているという話を、はいはい、予定外のナイツさんとの番組掛け合いで使っちゃったんで、本番で喋るもんがなくなったんだ。そうだ。めちゃくちゃなんですよ。きっとそうだ。そうだ、ナイツさんとの掛け合いでゴミ箱マスクの話をすればよかったんだ。あそこでもね、辛坊さん任務果たしてね、あそこはね、番組の宣伝する場所ですから、田崎史郎さんご出演ですよ、みたいなことをナイツさんとお話するわけですよ。え、そうなんですか。え、そうだったんだ。いやー、びっくりしたな。ナイツさんと世間話をするコーナーだと思っていた。はあ、なるほど。なるべくね、戻ってきてくださいね、ラジオ聴きの方ね。一歩ずつ前に送り合わせいただければと思います。ちょっとずつ、そんなに皆さん惹かれたんですか。見てますよ。あらまあ、あらまあ、びっくりだよ。ね、ですので、ご意見、懲りずにお寄せください。メールは、zoom@1242.com 番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。わかりました。そこまで言うんだったら、うん、本当のことを言いましょう。え、実はですね、うん、車の中のゴミ箱に捨ててあったマスクじゃないんです。いや、また前日に、うん、車を降りるときにマスクを外して、助手席の床に掘ったやつなんです。だからゴミ箱じゃなくて、助手席の床にあったのを拾ったんです。ほら、いやどうですか、ちょっとほら、もうみんな苦笑したあげく引いてますから。あまり状況は改善していないようだな。改善しませんね。はい、ちょっとしっかりしてくださいね。あ、そう、ズームミュージックリクエストはちょっとね、ゴミ箱からマスクを拾ってつけた時に聞きたい曲あれば送っていただければと思います。タラリー、牛乳。はい、失礼しました。はい、これはバッハのトッカータとフーガです。あ、そうですね、はい、さあ、今週のズームは中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで、新辛坊治郎ニュース徹底解説ということでお送りしていますのでね、ここから立て直して頑張っていきましょう。この後は政治ジャーナリストの田崎史郎さんお迎えいたします。拾っちゃダメなのか、普通はね。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。参議院選挙争点と与野党の攻防は。第26回参議院選挙が近づいています。岸田総理大臣の政権運営に対して事実上初めて民意が問われる国政選挙は来週22日に公示、7月10日に投開票となります。この時間、このニュースにつきまして、政治ジャーナリストの田崎史郎さんに伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、お元気ですね。田崎さん、おいくつになられたんですか？間もなく72ですね。72。はい。72。まあでも、最近の。あと1週間ちょっとですね。え？あと1週間ちょっと。あと1週間ちょっと、はい。最近の感覚で言うと72ってまだまだ若いかなっていう感じですか。そうですね。はい。今回の参議院選挙ですが、はい、ぶっちゃけ言って、なんか全然盛り上がってる気配がないんですけど、はい、本当に盛り上がってないですね。いや、参院選挙最低の投票率が1995年の 44.52% なんですね。ああ、でこれはね、自民社会先駆けが連立した後、村山富一政権で行った参院選挙なんです。ああ、で私、ね、この年よく覚えてます。阪神大震災の年ですから。そうです、そうです、そうです、地下鉄三輪の年でもありますよね。そうです、そうです。
で、とにかくそれまで戦後政治の中で対立してきた自民党と社会党が手を組んじゃったんですね。でそれで有権者からすると何なんだと、政治は、まあ、どちらけっちゅうか、まっちらけっていうか、そんな感覚でしょうね。だって社会党があれだけ安保反対、自衛隊違憲って言ってたのが、自衛隊は合憲ですみたいな話になっちゃった直後ですよね。そうです、そうです。でね、あの時に無党派層がね5割を超えたんですよ。無党派層、ドーンと増えて、でそれ以来無党派層は5割前後をずっと推移してるんですね。今回の選挙って結局のところどんな戦いでどうなるんですか？だから争点としては、物価高、経済っていうことですね、一つは。次に、やっぱり、ウクライナを、見ながら、安全保障。3番目が社会保障ですかね。社会保障も、社会保障も、あれだけいつ頃かな、私が、だから、朝の番組の日テレでニュースの解説してる頃だから、2000年代の半ばぐらいに、年金問題沸騰して大騒ぎになった時がありましたよね。最近、年金の状況が別に変わってるわけでも、改善してるわけでもないのに、年金自体もそんなに話題になることなくなりましたよね。本当話題にしなきゃいけないのは、6月に年金受けてる4、5月分をね、そうするとね、1人当たり1000円ぐらい減ってるはずなんです、去年より。それがもっと問題点として浮上していいはずなのに、あまり言われてないですね。それあれですね、自民党の幹事長が突然高齢者だけなんか1000円だから2000円だから配るって、なんで5000円ずつ配るっていう、なんでって言ったら、その6月に4月5月分の年2ヶ月分の年金が配られて、今年はマクロ経済スライド等々の運用で若干年金額が減るんで、減る分補填しようっていうのが話題になりましたよね。そうです、そうです。それが理由だったんですけども、消えましたよね。ボロッカスあちこちで言われて、消えましたよね。だから、それでマスコミもボロッカス言って消しちゃったもんだから、実はこの時の、実は6月に年金が、2000円ぐらい下がりますよっていうのを、マスコミは言いづらくなったところはありますよね。そうですね。だから、数年前に作った仕組みで、マクロ経済スライドっていう仕組みで。マクロ経済スライド自体は実は2004年の年金大改革の時からあるんですけども、そうですね、適用されたことがないんですよ。政治的に適用しないんじゃないかと。そうですね。適用せずに来ちゃったんです。本来は、どういうことかというと、2004年に年金大改正した時に、今のままでは持続可能ではないと。で、どうやって持続可能にするかというと、ちょっとずつ高齢者が受け取ってる年金の額をちょっとずつちょっとずつ下げていこうと。で、本来の制度設計で言うと、当初は 0.9% ぐらいずつ毎年10年ぐらい下げていくと、将来的にもバランスが取れるようになるだろう。ところがですね、デフレで物価も下がってる、賃金も下がってる時に、年金下げると、むっちゃ目立つわけですよ。減ってるって。で、ところが、もともとマクロ経済スライドでやりたかったのは、物価が例えば 2% 伸びてますと。で、本来ならば年金は 2% 増えますと。いうときに 0.9% 引き下げると、見かけ上の年金額は増えるわけですよ。そうやって、ちょっとずつごまかしながら、見かけ上の金額は下げずに、実質的な年金額を下げていくっていう制度設計だったんだけど、これやろうと思ったら物価の方が上がらないから、物価が下がってるのに、さらにそっから、年金下げると、むっちゃ下がってる感覚がするので、高齢者敵に回すと。だから、政治的に敵をやめたって言って、本来は下げなきゃいけない年金額を十何年ずっとほっといたもんだから、将来の年金額の推計値がガンガン下がることになって、今の高齢者はいいんだけど、これから若い人で年金もらう人の将来の年金額っていうのは、だから、これやっぱり政治決断でどっかで下げとかなきゃいけなかったんだけど、私これをやってこなかった政治の責任は極めて重いと思います。全部若い人に将来的にしわ寄せがいきますからね、これは。だから現役世代の給料が下がってるんで、年金も減らしますという論理なんですけどね、政府の考え方は。
そうなんですね。もともと物価スライドだったやつ、はい、年金って物価スライドだったんだけど、はい、年金と賃金と両方連動性にして、はい、ちょっとだけ複雑になってるんですが、まあ、大きな概念で言うと今説明した通りで、本来はもうちょっと下げなきゃいけなかったのを下げてこなかったんで、だけど、そういうわけにもさすがにいかなくなってきたんで、で、最近ちょっと物価が上がってたりなんかもするので、まあ、若干下げ、今年度の改定では本当に若干下げる。これがまあ、マクロ経済スライド。これ2004年に制度設計ができた時に私年金の真実って本書いたんですよ。その中でマクロ経済スライドについてお先マクロ経済スライドって書いて厚生労働省に呼びつけられて激怒されてですね怒られた本叩きつけられて撤回しろこの本はみたいなことを年金局長に脅されたことがありますけどね、はい、まあいいやそんなことまあ、そんなことで、年金もあんまり争点になってないようですね。なってないですけれども、一人一人の、に響くのは年金ですよ。そうですね。はい。で、まあ、今、この、物価が、まあ、ちょっとずつ上がってきてると、うん、実はですね、あまり、政治的に私もあんまり得しないので言わないんですけど、高齢者、私は、まあ、今の高齢者って、ね、恵まれてるよなっていう思いがあるもんだから、あんまり言わないんですけど、うん、今、行われてるいろんな制度や政府の方針を見ると、まあ、私はそれでいいと思うんだけど、若年層に、支援であるとか社会福祉であるとかの力点が結構今置かれ始めていて、高齢者結構厳しい状況に今後なるぞっていう、私は感覚が、あるんですけど、うんうん、本来はどっかのタイミングで高齢者の中で切れる人が出てきてもおかしくねえかなっていう私は感覚がありますけどね。どうなんですか。いや若い人たちの方がもっと大変なんじゃないかなって気はしてるんですね。まあ将来的にはそうですね。将来的には、おっしゃる通りです、で僕も年金もらっている立場なんですけど。年金もらってんですか。それ65歳、僕72になるわけです。僕65歳から年金もらえるんですけど、請求してないから1円ももらってないんですよ。それ請求すればいいじゃない。請求すか、普段通りやればいいんじゃないですか。普段通りもらえばもらえばいいんですかね、うん、だけどもらうためには年金事務所行って手続きしなきゃいけないじゃないですか。いやそんなにややこしい手続きした記憶ないな。そうだ、田崎さんは恵まれてんだきっとだからこの中期高齢者とね、私のような 初心者高齢者との間にこれだけ大きな差があるんだ。そんなにないでしょあ、まあ、まあ実際田崎さん70歳を超えてると年金を先延ばしにするっていうのが制度上できないんですよ ね、 そうですね基本、はい、もう多分受け取らざるを得ないっていうか、きっとそうなんですか。分かんないけど。そうですね。だから65歳になった時にすぐもらいますか、何年後にもらいますかって一応選択はしたと思います。いや私ね、それの届けも出してないんですよ。何にもしてないんですよ。それでいいんですか。分かんない。だけど何にもしなくていいような、私が受け取った65歳で受け取ったいろいろ文書をずーっと読んでみたんですが、結論として何もしなくていいのかもしれないと、もらうつもりがないんだったら、だから自動的に先送りになるってると私は認識してんですが、もし違ったらえらいことだな。これはそうです ね、 ねえすっげえ不安になったぞ俺今あらこんなとこでこんなこと言って喋ってる場合じゃないぞこれ、調べてください、で、与野党の勢力図はどうなります。そうですね、最大の焦点は自民党公明党で改選議席の過半数、はい、すなわち改選議席は今回は124じゃなくて125なんですね。神奈川県の補選分が入って。ああ、なるほど、はい。で、125の過半数は63なんです。はい。自民党、公明党を合わせて63議席を取れるかどうかっていうのが焦点です。で、それは今の情勢だと取れるかなっていう感じなんです、ね。え、取れるかなですか、なんか楽々取れるって感じでもないんですか。まあはっきり言って楽々取れるんですけども、あんまり選挙前に楽観的なことを一方的に言うわけにもいかないでしょ。あ、なるほど。いや、でも、楽々取れるんですか。今の情勢だと取れるでしょうね。はい。で、一人区、まあ、一人区、一人しか、
通らないと、つまり、まあ、厳密に言うと二人区なんですが、はい、3年ごとで裏表ありますから、そうですね、まあ、今回の選挙に関しては1人しか通らないという選挙区が32ですか、はい、で、ここの、まあ、野党の一本化、選挙協力がどうなるのかというのが前々から言われている一つのテーマだったんですが、どうなりそうなんですか。野党が一本化している選挙区は確か11選挙区だと思うんですね、はあはあ、で他は複数が立っている政党が立っているんですけれども、でこれ、それなりにね、11選挙区はポイントになるのは、前回前々回の参院選挙で、そこでは野党共闘の結果勝利しているところなんですよ、はあ、でそこで、組みやすかった。他のところは負けてるところが多いんですよ。なるほどね。成功体験のあるところは、まあ前に成功したんだから同じ枠組みで行こうやないかとまとまりやすいということですね。そうです、そうです。で、まとまってないところは、はい、むしろ各党が比例代表の票を取りたいと、それにはやっぱり選挙区で候補者立てないといけないっていう気持ちも働いてるんですね。その、まあ、比例で必ず票を取るために候補者立てるというと、典型的な例でいうとちょっと前までの共産党で、はい、まあまあはっきり言ってこれ小選挙区、まあ、衆議院でもそうですが勝てるわけねえじゃんっていうところの選挙区でも、まあ、全選挙区に一時期共産党は候補者立ててたのはなんでっていうと、まあ、比例票の掘り起こしっていうのがあって、で最近これやめましたよね、うん、特にまあ前回の参議院選は立憲と、あ、じゃない、衆議院選なんかは立憲と一本化してっていうのが多かったじゃないですか、はい、そうです。あれ一説によると、もちろん野党協力という意味と同時に、共産党もだいぶやっぱり資金的に厳しくなってきて、供託金全部没収されちゃうのが辛いからっていう説もあるんですが、うん、どうなんですか本当は、うん、本当はどうなのかって分からなくて、やっぱり共産党員の減少、新聞は博多の部数の減少とかでね、赤旗、はい、の減少で、ずいぶんやっぱり財政的にきついんじゃないかと見る人はいるんです、ただそれと候補者擁立が連動してるのかどうかっていうのはちょっとよ立証できないんですね。なるほど、まあ、そこはもう感覚的なものだということですね。そうですね、それでいうともう一つ社民党という、まあ、旧社会党という大政党の流れを組む政党がありまして、はい、ここが前回の直近の衆議院選挙で 2% の政党要件をクリアできていないので、今回の参議院選挙で 2% の政党要件をクリアできないと、はい、いわゆる政党助成法上の政党資格を失うんじゃないのかっていう瀬戸際に今あると、はい、どうなりそうですか。難しい、ギリギリでしょうね、取れたにしても、はあ、取れない可能性もある。あるそれ以上に野党でやっぱり注目されてるのは比例代表で、ええ、野党第1党がこれまでの通り立憲民主党なのか、はい、それとも日本維新の会なのか、日本維新の会なのか、どっちかということですね。で、世論調査では、まちまちなんですよ。維新が上行ってるところもあるんです。だから、どっちが、比例代表でたくさんの票を取るか、というのがポイントですね。これ、どっちが野党第一党になるかというのは、やっぱり日本の政治にとってもかなり大きな、インパクトあると思います。すね、ただ、非改選議席は含めると、まだ、どうやってもひっくり返んない。残って、立憲の方が多いと思うんですけれども、まあはいはい、あれは選挙区では、維新よりも立憲の方が多い可能性があって、比例代表での得票数の問題と全体の議席で、比例では維新が多かった。しかし議席数では立憲の方が多かった、はい、という可能性がありますね。現状確か私のおぼろな記憶で言うと、改選議席で言うと維新と、立憲は3倍ぐらい差があるはずそうですね。ですからそこが接近してくるとなると、はい、まあ、野党の勢力図は大きく変わってきますよね、イメージとしても。そうです、うん、で明らかに、まあ、立憲っていうのは憲法9条を含めた、憲法改正には、まあ、ノーだと、はい、維新はどちらかというと積極的であると、うん、となるとこれ野党第一党がどっちになるかで、まあ、日本の憲法問題がどうなるかっていう非常に根幹のところの話になりますよね、これ。そうです。だから去年の衆院選挙で、立憲が振るわなくて、はい、まあ、維新が伸びた、ええ、その結果衆参両院における憲法審査会
憲法調査会か の審議が進んだんですね、だからやっぱり選挙結果はそういうふうに影響を与えてくるだと思うんです。なるほど、そういう意味では今のところ投票率が極めて低そうな、あんまりどこの風も吹いていない、はい、あんまり注目されない参議院選挙なんだけど、選挙結果って日本の政治に与えるインパクトはかなりでかい選挙になりそうだということですね。それは本当に大きいですよ。僕は関心低くて、心配で、でこれで投票に行かない人が多いと、でも投票結果はやっぱりその後の政治を変えることになるんですよ。まあ、で、そうですね、変わった後に文句言うよりも投票に行ってほしいですね。結局投票に行かないということは選挙結果について全面的に認めてるっていうのと同じことですからね。そうですそうです、はい、まあ、そこはちゃんと、足を運んで一票を投じると、はい、いうことなんですが、ただそのさっきのキワキワ社民党が政党として消えるかどうかのキワキワみたいな話を聞くとですね、いやー、私旧社会党の山が動いたっていう土井孝子さんの大騒動も見てるだけに、はい、なんか30年ぐらいの間に随分いろんなこと変わったなと思いますが、もっと長く政治を見てる田崎さんは現状どう見てるわけですか、日本や政治を。非常に大きな質問で答えづらいですけれども、中華はですね、私ぜひ聞きたいんですけど、田崎さんが死ぬまでに実現したい理想の日本ってどんな日本ですか。もちろんそれを目指して政治記者を長年やってらしたわけですよ。いや、僕はやっぱり現実を追うのが仕事だと思ってるんで、理想云々よりも、まあ、というかどの政党が担当してもいいんだけれども、しっかりした政治をやってほしいってことですね。あそこがやっぱり政治家じゃなくて記者なんだ、やっぱり。まあそうですね。なんかね、私なんかは、ね、別に政治家になるつもりもなければジャーナリストである気もないんで、その辺の立場が曖昧なんで、政治家になるつもりは全然ないんだけど、やっぱこうしたいとかこうあるべきだとかっていうのがこう人間としてこう 動く原動力みたいなものになるんですけど、いや田崎さん見てるとね、この人は根っからのジャーナリストだよなって、つまり自分がこの国こうしたい、昔だけどね、新聞記者もいろいろでね、ある有名な新聞記者なんか政権与党 の総理大臣の自宅まで いて自宅にこう い続けてて、総理大臣の答弁書を自宅で書いてたような記者いますよね、昔。そうですね、だから昔は非常にやっぱりベテラン政治家、政治記者と政治家は非常に近かった、ある意味一体になっているようなところがあったんですね。そうですよね、はい、私知ってるだけでも何人もいますよ。ほとんど政治家じゃんそれって言うんですよ。田崎さんはそういうスタンスでは全くなくここまで来たって感じですか。そういう局面も全然なかったわけじゃないですけれども、それでもやっぱり政治家ではない自分は記者であるっていうことですね。政治記者としてその何十年やってきて、今の日本はどう見えてます？それは昔が良かったって人はいっぱいいるんですけども、僕は昔はそれで良かった、でも今の方が良かったという面もあるんで、とにかく今の政治家の人たちにきちんと仕事をしてもらうことを願っていく以外ないですよね。いくら昔が良かったって言っても始まんないから。生きがい感じてますか？僕は感じてますね。感じてらっしゃる、ね、いいな。感じてないですか？生きがい。生きがいですか？いやもうなんかね、それ漂流しちゃってますよね。生きがいだから一番困っちゃうんですよ。生きがいなんですかとかね、生きがい感じてますかとか聞かれてもわかんないようなことは。一大イベント終えたばっかりですからね、辛坊さんね。また次の目標を見つけて。もしかして、はい、俺燃え尽きちゃってる？燃え尽き症候群ですか？なんとかして差し上げてください、田崎さん。これはなんかさ、なんか刺激が欲しいんだね、きっと。立候補するか、田崎さん、一緒にしませんか。いや、しませんよ、私は。田崎さんに断られましたので、やめます。はい、わかりました。今日は政治ジャーナリストの田崎史郎さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
6月14日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたリクエストをご紹介していきます。ありがとうございます。今日のお題はゴミ箱からマスクを拾ってつけた時に聞きたい曲。まあ、このお題にしてはね、もう本当今日はね、ありがとうございます。頑張りました皆さん、こんないただいて、はい、ご紹介していきます。皆さんと共に作る番組です。そうですね、はい、間違いない。まずラジオネームポルトフィーさん、長崎県五島市からですね。37歳。鈴木正幸さん、熱帯夜真夏のエクスタシーをお願いします。何ですかその曲は。歌詞に見てきたねとあるから、見てきたねじゃなくて見てきたねそれ鈴木さんを お怒りになられるんじゃなかろうかと、はい、それから埼玉県の47歳、チェッカーズギザギザハートの子守歌、女性の方ですね。お題が発表になってからのリスナーの反応を聞いて、辛坊さんはきっと、ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのかと思っていらっしゃることだろうと思います。おっしゃる通りギザギザハートね、はい、それから府中市のワンサ君さん58歳、はい、小泉今日子さんの見逃してくれよをリクエストしますゴミ箱に捨てたマウスをマスクをつけても、パンツ一丁でお店に入っても見逃してくれる。そうそう、パンツ一丁でお店に入ったらバレますけども、うん、ゴミ箱で拾ったマスクは分かりませんからね、まあ、言わない限りは。それで何かあっても自業自得ってことですしね。大丈夫です、アルコールでちゃんと消毒してますからまあそうですか、はい、それから足立区41歳の俊彦さんは、ゴミ箱からマスクを拾った時に聞きたい曲は海援隊の人として。人としてゴミ箱を漁るのは精神的に問題はなかったんでしょうか。いい自分だから床に落ちてる、まあいいや、もう、はい、まあね、車の中のねゴミ箱ですから、はい、それから、マミョンさんはですね、リクエスト曲爆風スランプ無理だもうそのままですよ。いい曲ですね、はい、東京都の東京ハッチさんは、今日のリクエスト曲は西城秀樹さんの勇気があればでお願いします。そうですよ、勇気があれば何でもできる、ね、いや自分が使ったものとはいえ、一度ゴミ箱に捨てたマスクを再利用するのは私としてはかなりの抵抗があり、勇気が必要。いや私だって抵抗ありましたよ、万やむを得ずですから。ある意味勇気ある人っていうことですね、辛坊さんね、はい、ありがとうございます。大阪府大阪市の坊次郎さんはですね、坊次郎さん、リクエスト曲悲しくてやりきれないザ・フォーク・クルセダーズ、今の状況を歌にしてみました。いい曲ですね本当にね、はい、福島県からはゆこぺこりんさん、ビーズのラブファントムリクエストします。どうして。これね、歌詞がいらないものを捨ててしまおうっていう歌詞があるそうですよ。ああそうなんですよ。それから目黒区のシンゴリラさん、男性、松田聖子さん夏の扉をリクエストします。なんで。理由は、たとえゴミ箱から拾ったマスクだったとしても、サビに何度もフレッシュという言葉が出てくるように、フレッシュなものであると自己暗示をかけながらつけると思ったからです。フレッシュフレッシュ、いいですね、いいですね、いいですね、はい、それなんか歌いながらだったら大丈夫だと思います、まあ、はい、それから港区の二刀流海岸さん、はい、高橋真理子さん、桃色吐息、拾ったものでね自分の愛の吐息を吹きかければ、うん、咲いてこぼれる花になると思えば大丈夫。あ、大丈夫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 。名古屋からはのすけママさん、はい、ですね、今日のミュージックリクエスト、ゴミ箱からマスクを拾ってつけた時に聞きたい曲はですね、嵐のきっと大丈夫。うん、そうですよ、大丈夫ですよ、嵐だってそう言ってるじゃないですか。いや、まあ、嵐はマスクゴミ箱から拾ったものを想定してないです。そうですか、はい、はい、神奈川県藤沢市の純粋な雑種さん、はい、55歳、ゴミ箱から拾ったマスクを昭和枯れすすきしかないですね寂しさに負けた、いいえ世間に負けた。昭和枯れすすきはね、なんか聞くたんびにね、私ね、飯田浩司さんを思い出すんですよ。いや、それは、いや、ちょっとそのイメージは払拭してあげてください。わ、はい、かりました、はい、八丈島のキョンキョンさん60歳、はい、ですね、自分が一度ゴミ箱に捨てたマスクを拾ってまたするところを、もし他人に見られてしまったら罰が悪くて開き直るしかないかもしれませんね。宮古晴美さんのあら見てたのね。そしてですね、一番ね、はいはい、多くいただいたのがこちらです、はい、和田アキ子さん、だっ
ってしょうがないじゃない。そうですよ。こちらね、いろはにこんぺいとうさんとか、はい、矢車荘さんからいただいております。あ、本当に、まあ、こんなにいただいちゃってね、ご無理ねさせてしまって、今日はもうありがとうございます。曲で、そうですね、和田アキ子だってしょうがないじゃない、もうそれが一番ね気持ち的にはしっくりしますけども、ますけど、ね、本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、決定いたします。お、宮古晴美、あら見てたのね。はい、エンディングでねお送りいたします。辛坊さんのちょっとした心境かもしれないです、ね、でもあの曲、あら見てたのね以外どんな曲かさっぱりわかんないんですけど、あ、ちょっとあまりどんな曲なんでしょうか、ちょっと楽しみです、ね、聞いてみましょう。エンディングです。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。長期金利、日銀が定めた上限を超え 0.255% に上昇。昨日の国内債券市場で長期金利が上昇しました。指標となる新発10年もの国債の利回りは前の週末と比べると 0.005% 高い 0.255% となりました。日銀が長短金利操作で、長短金利操作での変動幅の上限として定める 0.25% を超え、2016年1月以来およそ6年5ヶ月ぶりの高水準をつけました。びっくりしましたね。ただこれびっくりしたっていうのがどこまで伝わるのかなっていう感覚があるわけですよ、はい、どういうことかというと、今日本って金利上げられないんです。金利が上がると大変なことになるんです。今いろんな意味で大変なことになるんですが、まあ一つはやっぱり国の借金がものすごいことになってますから、はい、これの金利が上がると借金の利回りが増えてですね、はい、予算は組むけどもなんか借金の利回りにみんな消えていっちゃうよみたいなことになりかねないですから、まあ金利は国も上げられないし民間も上げてもらっちゃ困るんですよ、はい、まあ簡単に言うと例えば住宅ローンなんか今ものすごく低いから世の中回ってるところがあって、で今マンションの価格なんか20年前30年前に比べると特に都心部のマンションなんか倍どこじゃない、はい、下手したら3倍ぐらいの値段になってますが、はい、高い。ところがこれで暴動が起きないのはなぜかというとですね、ものすごく上がってんですよ、値段は2倍も3倍も、うん、だけどその頃に比べて金利が異様に低いですから、借金して家買った時の生涯のトータルの支払い額は、うん、まあ当時例えば2000万3000万のマンションが今6000万7000万で売られてるとしても、トータルで払う金額は金利が低いから変わんなかったりなんかするわけで、だから昔金利が高かった時代に借金できる上限と今できる借金の上限と全然違うんです。これ低金利だからそんなに社会問題になってないっていうところがあって、まあ実はお金の価値が下がってますからマンションの価格なんか3倍ぐらいになってんだけど、でも世の中で暴動が起きないのは金利が低いからまあまあなんとか買えるかなっていうところで、成り立ってんですよ社会は。金利が上がった瞬間にそれマンションの値段が下がりゃいいですけど、そうですよね、下がんないですからね。確かに金利が上がった状態で今のサラリーマン6000万7000万のマンション買えるかっていうと、まあ無理ですよね。でいろんなところでそういう圧力が噴出するんで日本って金利上げられないんです。ところが難しいのがですね、これは非常に難しいんですけど、もともと金利の上げ下げっていうのは中央銀行っていうのは短期金利の上げ下げで調節してたんですね、はい、長期金利っていうのは基本的に需要と供給のバランスで国債という政府の借用証書がどのくらいで売買されてるかによって長期金利というのが決まったんですが、とにかく日本は金利上げるわけいかないんで金利を徹底的に抑え込むために日銀は何をしてるかというと、もう 0.25% よりも金利が上がらないように国債をどんどん無制限に買い込む、はい、でこの金利と国債の値段との関係は前詳しくご説明しましたけど、はい、簡単に言うと、例えば 10年先に11万円
返してくれるっていう借用証書があったとしますよね。10年先に11万円。でそれがまあ紙切れとして流通してるとしますよね。これが11万円で売買されてたら、金利ゼロですよ。それ紙切れ11年持ってても、11年後に国が11万円くれるだけですから、それ金利ゼロですよね。で、今 0.25% っていうのはまあそういうぐらい低いよっていうのに近いですが、まあ仮に、これ数字仮ですけども、計算しやすいように、この10年後に 11% になる紙切れが今10万円で売られているとすると、10年の金利は1割つくってことですよね、つまり1万円でそれを買い取ったら10年間持っておいたら11万円にしてくれるわけだから、10万円で買い取ったら11万円にしてくれるということは1万円10年で金利がつくということだから金利 10%、10年の金利が 10% ですよね。これが例えば、国債価格が暴落して9万円で売買されてます。9万円じゃないと買い手がつかないということになったら、9万円で買った国債を10年間持ち続けていたら、やっぱり11万円で返してくれるわけですよ。そうすると2万円分金利がつくから、金利としては 20% 以上になりますよね。だから国債の、取引されてる国債の値段が下がるということと、金利が上がるということがイコールで、今日本はとにかく金利を上げちゃいけないんで、国債価格は仮にですよ。そうする、その今のケースで言うと、日銀はもう、全部11万円で買い取りますって言うと、10万円で売ろうという人は、日銀に持ってきゃ11万円で買ってもらえるんだったら、全員日銀に売りますよね。そうですね。そうすると、それより値段は下がらないんですよ。だから金利を一定にする役割を果たしてるから、日銀が 0.25% って決めるということは、国債の買い取り価格を決めてるということだから、それより下がることは理論的にありえないんですよ。つまり、それより安くなりそうだったら日銀に買い取ってもらえばいいわけだから。それを下回ったということは、よっぽど国債売りたい人がいるんだねっていう、そういう世界で。でも理論的には ありえないっていうか、こっから先は実務の世界だからわかんないけど、私の素人なりのこの実務がわかってるともうちょっと喋れるんだけど、この国債の取引の実務がよくわかんないんで、何が起きたんだろうとか思うんだけど、だって必ず1万円で日銀が買ってくれるっていうものを1万円より安く売る必要、人いないじゃないですか。だけどそれが起きてるわけですよ。起きたわけですよ。昨日一瞬だけど。なんで？だからもしかするとね、まさかそんなことになると思わずに大量の売りを出してた人が、もしかすると日銀の買取価格よりも高値で買い取ってくれる人がいるかもしれないと思って、そういうふうに最近の取引続いてたんで、出してみたら兄はからんや、ものすごくたくさんの人が売りに出したんで、ほんの一瞬だけその日銀に持ってたら買ってくれる価格を一瞬下がっちゃったんじゃないのと思うんだけど、そのあたりの構図は分かんないですが、結果的に何が言えるかというと、今金利をとにかく一定にしようと思って日銀は必死になって国債を買い支えている状況なんだけど、それがもしかすると困難になる時が来るかもしれないということを予感させるという意味で、実はこのニュースむっちゃでっかいニュースなんです。そうですよね。困難になったらどうなっちゃう、ありえないことが起きたっていう感覚ですね。私の感覚で言うと。だから金利はとにかく今日本は上げられないですから、何が何でも抑え込まなきゃいけないんだけど、どこまで本当に日銀が抑え込めるんだろうっていうのが、ほんの小さい疑問だけども、一瞬昨日なんか、ありえないこと起きたよなっていう、そういう意味です。で、そのお金と金利の話をするとですね、まぁ、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、もう一つだけ話をすると、今日本は外国が 8%、9% の物価高で日本は 2% だから大丈夫だみたいなことを国会答弁でも言ってますけど、そうじゃないんですよ。ドル自体が、要するにどんどん価値が下がってるから、アメリカの物価が上がってるっていうの、そういうことでしょ。その価値が下がってるドルよりも、さらに円が価値が下がってるっていう、そういうことですから。だから 2% どころじゃないんですよ。国際的なものの価格に関して言うと、円の下がり方は。っていうことは認識しておかないとやばいぞと。以上です。ズモンでした。ミュージックリクエストをお送りしているのは、東京都八丈島のキョンキョンさんと滋賀県栗東市のビワマスちゃん。お二方もいらっしゃったんだ。お二方からのリクエストです。都はるみ、あら見てたのね。1966年の曲です。そうですか。はい。さあ。
日本放送明日の朝6時からの OK コージーアップ、明日のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健司さん。取り上げるニュースは米中高官が会談、サリバン大統領補佐官、衝突回避へ対話維持を、それからポストウクライナ戦争、習近平とプーチンはどう動くなどお送りします。でこの、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日は新型コロナの出口につきまして、京都大学微生物学研究所准教授の宮沢貴之さんとズームしていきます。なんかこの曲に乗ってまずお知らせするのがちょっと不慣れな感じになってしまいますが、この後6時からは鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りいたします。お隣のスタジオに鶴子さんと宮子さんが、あら見てたのねこれは辛坊さん覗きの歌でか。これは覗きの歌ですか。見てたのね。そんなことない。どうも辛坊さんの番組覗きが出てくると思わないんだ。そうですね。結構びっくり。辛坊さん、はい、83歳で堀江謙さんやったけど、ちょっと刺激になりましたか？いやいやいや、私もね、いい目標ができました。もうこうなったら84歳でやる気はないじゃないですか。さすがですね。今日はね、そういう事件簿をちょっと、はい。今日もですね、上半期総決算、私の事件簿ということで、皆様からおメール、おファックスを、1万円が10名の方に当たりますので、よろしかったらお待ちしてますね。見られた話とか、いろいろ募集いたしておりますんで、でね、1日1万円、10万円当たることになっております。すごい、ね、コツコツ行きましょう、はい、コツコツね、コツコツやりますんで、はい、ね、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、どうも。さあそろそろお時間です。あら見てたら、もういいですか。そうですか。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。あら聞いてたのね。